まずは試合お疲れ様でした。ありがとうございます。今日の試合の振り返りをお願いします。今日の試合はそうですね、選手が、まあ、シュートチャンス結構外しましたけど、しっかり球際が戦ってやってくれたと思います。はい、では応援してくれた人へのメッセージをお願いします。私たちは精査としてどんなサッカーを見せたいかって常に考えながらやってます。で、女子サッカーが少しでも人気出るように、内容もやっぱ結果を伴うようないいサッカーをして勝っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。